シナの365日毎日コーディネートをお送りします。今日のテーマはファーベストコーデです。ファーベストはちょっと難しいイメージがあるっていう方も多いかなと思うので、今日はファーベストを上手にコーディネートするポイントを3つご紹介したいと思います。まずポイントの1つ目ですが、ポイント1つ目はファーベストをコーディネートするときはそれ以外のアイテムを極力細いものを選ぶということです。今日見ていただいてわかるんですけれども、帽子、それからシャツ、そして黒いパンツ、全部ですねタイトなシルエットのものを選んでるんですね。ファーベストって広がりやすいので、それ以外のものは細いシルエットにすることでうまくこうバランスが取れるんじゃないかなと思います。そして2つ目のポイントですが、2つ目のポイントはファーベストをコーディネートするときにはなるべく他のものの色味は抑えるっていうことですね。で今日はですね、紺のベレー帽、そして白のシャツ、そして黒のパンツっていう風に全部他はベーシックな色で抑えてます。ベストが特に今日はヒョウ柄なので、他のアイテムは抑えた色にすることで、まあ、ファーベストが中心なバランスのいいコーディネートになります。そして最後にポイントの3つ目です。3つ目のポイントはですね、ベルトでウエストマークをするっていうことです。ファーベストは広がりやすいので、ウエストにベルトをすることによってこう X のラインができるんですよね。 X のラインができるとすごくスタイルも細く見えやすいので、特にこういうファーベストの場合は広がりやすいので、キュッと押さえてあげましょう。そうすることでスタイルもよく見えるし、締まって見えるので、ぜひ試してみてください。では全身のコーディネートをご覧ください。どうぞ。今日のコーディネートは以上です。下にリンクを貼ってますが、 Google プラスのページをやってますので、ぜひフォローをしてください。そしてまだチャンネル登録をされてない方も、下のボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。ということで、また明日もお会いしましょう。バイバーイ。